皆さんこんにちは。思い出し英文法、今回は品詞、代表的な8つの品詞の特徴について講義を進めていきます。まずは品詞の性質について見ていきましょう。品詞とは単語を文法的な役割や形態などによって分類したものです。こちらが8つの品詞です。名詞、代名詞、形容詞、動詞、副詞、前置詞、接続詞、感動詞などがあります。形容動詞が入っていないことに注意してください。それではそれぞれの役割を見ていきましょう。名詞、人や人物の名称を表す語です。例えばドッグ、キャット、トム、ジャパン、ジョブなどがあります。その他にも抽象的な言葉で、例えばアイディアなんかも名詞に含まれます。続いて代名詞を見ていきましょう。代名詞とはその名の通り名詞の代わりに用いられる語です。例えば it、that、they、you、me などが挙げられます。続いて形容詞です。形容詞とは名詞、代名詞を修飾する語です。例えば beautiful、delicious、talkative、chemical、foolish、uselessなどがあります。日本語ではイの音で終わるものが多いです。例えば美しい、悲しい、うるさいなど。英語では語尾にフル、アス、イブ、イック、ある、イッシュ、レスなどがつくことが多いです。続いて動詞です。動詞とは人や物事の動作や状態を表す語です。例えば walk、eat、drink、is、am、are などがあります。この一般動詞については日本語ではうの音で終わることが多いです。例えば歩く、歩く、食べる、食べる、飲む、飲むなどです。先ほどの例の walk、eat、drink などはすべてうがついてますね。また be 動詞も動詞に入ります。B 動詞については次回の講義で説明いたします。 B 動詞は先ほど挙げた is、am、are があります。動詞の最大の特徴として形が変わるというものがあります。例えば過去形になったら ed をつけたり、進行形になったら ing をつけたり。辞書に載っている形、すなわち原形とは形が変わって使われることが多いということに注意しておいてください。続いて副詞です。副詞は名詞以外を修飾する語です。例えば quickly、recently、surprisingly、very、always、often などがあります。副詞の覚え方として名詞以外を修飾すると覚えておいてください。先ほどの名詞を修飾するのが形容詞、それ以外を修飾するのが副詞です。副詞の特徴として語尾に ly がつくことが多いです。先ほどの例のquickly、recently、surprisingly は全部 ly がついています。また ly がつかない副詞も当然あります。 very、 always、 often などがそうです。続いて前置詞を見ていきましょう。名詞、代名詞、同名詞の前に置き、文中の他の語との関係を示す語です。例えば on、 in、 between などがあります。接続詞を見ていきましょう。接続詞とは語、句、節などを結びつける働きをする語です。例えば because、before、after、although などがあります。最後に感動詞を見ていきましょう。感情や呼びかけを表し独立して用いる語です。ちなみに感動詞は感動詞、感嘆詞とも呼ばれることが多いです。例として oh、 ah、 aha などがあります。以上、8つの品詞について説明いたしました。では最後に問題を1問やってみましょう。問題、下線部の品詞として適切なものを A、B、C の中から選びなさい。 I have a beautiful flower。 私は美しい花を持っている。 A、名詞、 B、副詞、 C、形容詞。いかがでしょうか。回答は C、形容詞です。
今回の線が引いてある beautiful、 これは後にある flower、 名詞を修飾しています。日本語でも花、美しい花と花を修飾しています。このように名詞を修飾するのは形容詞でした。今回は品詞について講義を行いました。代表的な8つの品詞について再度学習しておきましょう。ではまた次回お会いいたしましょう。